愛する天皇お父様、感謝いたします。これから見ていきますけれども、本当にイエス様の戻ってこられる最高峰というか、本当に一番この大きな出来事をこのじっくりと見させていただきます。どうぞこの時を豊かに祝福し、あなたの真理が私たちの魂にしっかりと入って、それが希望の怒りとなりますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。ね はい、19章の11節からですねついに目視録全体のクライマックスですねで、目視録の冒頭がイエス・キリストの目視となってこれがキリストの現れの意味ですねこれまで明らかにされてなかったものが 全開、全開、えー、してのを全部開いてですね、明らかにされるということ、イエス様ご自身の、えー、この来臨の栄光と力が、この現れるというところで、まあ、あります。ですね。えーまあ、この今、黙示録全体と言いましたけれども、ある意味で聖書全体の中心と、クライマックスと言ってもいいでしょう。では えー、11節から21節まではまず全体を読んでからですね、えー、戻っていきたいと思いますけれども、えー、11節から「また私は天が開かれているのを見たすると見よ白い馬がいたそれに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ義を持って裁き戦いをされるその目は燃える炎のようでありその頭には多くの王冠があり」 ご自分の他は誰も知らない名が記されている。その方は地に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれた、呼ばれていた。天の軍勢は白く清い天布を着て、白い馬に乗って彼に従っていた。この方の口からは諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方である。また、善能なる神の激しい憤りの 武道の踏み場を踏まれるのはこの方である。その衣と桃のところには王の王、主の主という名が記されていた。また私は一人の見つかいが太陽の中に立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛んでいるすべての鳥たちに言った。さあ、神の大宴会に集まれ、王たちの肉、千人隊長の肉、 力ある者たちの肉、馬とそれに乗っている者たちの肉、すべての自由人と奴隷たち、また小さいものや大きい者たちの肉を食べよまた私は獣と地の王たちとその軍勢が集まって、馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見た。しかし獣は捕らえられた。また獣の前に印を行い、それによって獣の刻印を受けた者たちと、獣の像を拝む者たちを惑わした偽予言者も、 獣と共に捕らえられた。この両者は生きたまま、硫黄の燃える火の池に投げ込まれた。残りの者たちは、馬に乗っている方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼,の彼らの肉を飽きるほど食べたということですね。え前回のこの学びの続きっていうか、この学びをですね、思い起こしていただくとですね、 えー、この、子羊の婚姻がありまして、そして、えー、ヨハネが、えー、見つかいを拝もうとしてしまって、今しめを受けましたよね。えっ、ー、と、同じしもべであると、こう言って、そして、最後に、イエスの証は予言の例だと、こう言ったんですね。イエスの証が、イエス様ご自身が、この予言の例、だから予言の中心はイエス様の証言なんだと。 イエス様ご自身なんだということを表していてですね、それでイエス様の証というのが、この予言の中での中心、この焦点であり、この方の現れが、この目的になってまいるわけですよね。イエス様が復活されてからですね、このエ,マオのエマオに行く弟子たちに対して解き明かしたのが、このえご自分が苦しみを受けて、このキリストが苦しみを受けて、それから栄光に入ること。 これを立法と予言。えー、そして、えー、この紙幣からですね、解き明かされて、その後に、えー、このオリーブ山から天に登られたんですよね。えー、そして、弟子たちに言ったんですね、この見ついが、えー。使徒の一書の十一節で、えー、あなた方を離れて天に挙げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになりますと、 このように言ってんですね、オリーブ山から登られて、またオリーブ山に戻ることが、このゼカリア書に書かれてますけれども、このような形でイエス様はすべてのことを、このご自分の苦しみから栄光に入ることを解き明かされて、そしてまた戻られるとこう言ってですね、一貫して予言の例はイエスの証なんだということですね。で、えー、めに来られた時のイエス様の、この予言の数ですね、これ何百と言われてますけれども、 え、これが成就してですね。そして、再び来られる、まあ、再臨ですね。再び来られるところについての予言は、もうその10倍ぐらいはね、近くは、ま、あるわけなんですよ。もうこれが中心になっているわけなんですよね。で、まず主がですね、え、この初めに来られた時にご自分の血を流されて、そして人々をあがなって神の民として、 そして今度再び来られるときに、世界をご自分のものとされると。今まで悪魔、それに追従する勢力はいたわけですけど、それを滅ぼされて、ご自分の義そして平和を建てられて、神の国を望ませるということでありますね。では、11節もう一度お読みします。また私は天が開かれているのを見たと。 ここありますね。ヨハネが4章で、天が開けたと言ってですね、この天に上がっていって、そして神の溝を見たわけですけれども、今度はその神の溝のところからこの天が開かれて地上に戻ってこられる姿を見るわけですね。そしてすると、白い馬がいた。それに乗っている方は、確かで真実な方と呼ばれ、義を持って裁き、戦いをされると、 白い馬がやってきましたね。で、これは、えっと、この六章で白い馬が、この子羊が大地の封印を解いた時に現れたわけですけれども、そこでは、その、現れてから数々の戦争が起こっていったことを私たちは見ていきましたよね。赤い馬ですね。そして黒い馬。これが木がですね。そして青ざめた。 えこの色の馬、これが死を意味していて、でこう、観乱が起こっていったわけですけれども、それが、だからこの平和を約束しながら、災いが始まっていくという、まあ、いわゆる偽キリスト、反キリストの現れであるということを、私たちは見ていきましたけれども、ここは本物なわけですよね。だ偽物の キリストによって、白い馬に乗ったキリストによって、もたらされた戦争を、本物のキリストは戦われて、それを集結させるわけなんですね。で、馬に乗って来られるっていうことですね。これね、もう、ゼカリア書の六章で、この馬と戦車が諸国のために、ご自分の怒りを表すために使わされるっていう話が書いてあって、 えー、この6章の1節から3節を読みしますと、私は再び目を上げてみる,ると、なんと4台の戦車が2つの山の間から出てきた、山は聖堂の山であった、第1の戦車には赤い馬が、第2の戦車には黒い馬が、第3の戦車には白い馬が、第4の戦車には、えー、これ、なんだろうね、えー、っとね、半、えー、っと、なんていうのか、すみませんね、ちょっと今、開きますね、漢字がわからない、すみません。 だらげの、えー、強い馬が数頭ずつつながれていたとでこのように馬が出てきて最終的に私の霊を鎮めたとこの諸国の民と戦われて神が私の霊を鎮めたってこう言ってるんですね。 それでご自分の怒りを貫徹されるわけなんです。このように、えー、この戦車で現れてくる馬で、まあ、あの、と、えっと、現れてくるというこのお姿が、えー、この国々の軍隊を、えー、この征服せしめる王のお姿であって、罪や不義に対して怒りを表し、権力を持ち力ある、そしてキリストと神の権威、これをですね、えー、この歯向かう者たちに、 この制裁を加えるという、ですねやめさせるということなんですよね、戦いという、この問題というのは、この実際の戦争以外,に以外というか、その根本というか、あるわけですよね、このヤコブの手紙に、4章の1節2節に、あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか、そこからこ、こすなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。 あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですという、この自分のものにならない、これを求めないで自分で取っていこうと欲するというところから始まりますね。だから、えー、サタンがなんで堕落したかっ言ったら神の持っておられる権威と地位が欲しがったからなんですよね。それで堕落しました。 そして地に置いて蛇がエヴァを惑わした時も神のようになれると、神のものを欲しがったわけなんですね。そして、アダムのとエヴァの子カインがですね、アベルを殺しましたけれども、アベルが神を受け入れた、そのことを妬んだわけなんですよね。そしてカインの子孫から暴虐が現れて、主は洪水という力を持って、その暴虐を消し去られたわけなんですね。 でこのように欲望があって、それで戦いが起こっていく。その戦いを終結させるために戦われるわけなんです。で神は裁かれます。イエス様は裁かれます。でもすでにですね、この戻ってこられるイエス様の姿を、えー、この、語っている、このところがあって、えー、あったんですね、もうすでに。2章の16節、この目白録ペルガモンの、ね、バルの、バラムの教えを、 報じているもの。これを、えー、っと、この悔い改めなかったらどうするかということで、そうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って戦うと。で、このように口の剣を持って戦う、戦うという言葉を使っています。このように罪に対して対話の余地はなく、これを殺さなければいけない。で、これが十字架であります。イエス様は、 十字架につけられ、ご自身が死なれましたけれども、それは罪をもって、えー、罪に対して死をもって償わなければいけない。で、これが改善できるわけではない。殺してしまう必要がある。それによって初めて義と平和が来るという、まあ、この上に、イエス様は戦われるわけですよね。そして、えー、ここでもうすでに見てますけれども、イエス様が現れるときにいろんな名が、 あるんですよいろんな長野呼ばれてますで。その名を見ていくだけでも、私たちはこの方の栄光、力に触れることができるわけですね。まずは、今読んだところ、確かで真実な方ということですね。で反キリストはその真逆です,です、ねえー。偽る者、裏切る者ですね。契約を破っていく者ですね。 で、力あるものというのは、しばしばこの裏切りを行い、で、私たちは、えー、救われようとして、力あるものに頼るんですけれども、力あるもののように見えるって言ってもいいかもしれませんね。しかし、裏切られてしまいます。しかし、イエス様は、確かで、真実な方。裏切らない方ですね。で、このお姿も、ラオディキアの教会に対して、もうすでに表しておられて、3章の14節に、アーメンである方、確かで、 真実な証人とですね、このラウディキアの教会が偽りの中に生きてしまっていたので、イエス様がこの姿で現れたわけですよね。で、ローマの2章では、福音というのはその隠れた計りごとをもう明るみに出して神様は裁かれるところ、ここに真理があるということを話していて、この真理において、その、あのイエス、神はキリストにあって私たちと和解してくださったと。 真理を持って戦われるわけです。そして次に義を持って裁き、戦いをされるで。この義を持って裁く戦うとで。これが、あの、そのいろいろある戦争のとイエス様との違いですよね。もちろん、あの、 えっと、この義を持って戦うっていうことでなければいけないんですけど、戦争するときっていうのはね。でも本当にこの義を持って裁くことができる。まあ、人間の裁判もそうだし、あと人間の戦争もそうですけども、完全に義っていうのはやっぱないですよね。しかし、イエス様はあります。義を持って裁く。で、この方が裁かれるから、 私たちは慎み深くこの地上で生きていきなさいと、第一ペトロの一章の17節で言われているわけです。で、また、イエス、神のみが、イエス様のみが義なる方であるから、私たちは、えこの早まった裁きをしてはならないと。今しめられてますね。第一コリントの4章の5節で。ですから、主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の測り事も明らかにされますと。 で、それをもって初めて平和が来るわけですね。えそして、高級な平和というのは義と共にやってくるんですね。あの、イザヤ書を見ますと、この義があってそして平和があるっていうふうに書いてあるんですね。この義がないところに平和がないんですよ。しばしば、あの、こう、和解をしましょうとか、許しましょうとかって言っていてですね、もう相手が全く悪いことをしてい続けているのに、そういうことを言うっていうのは、これはありえないんですよね。 義があって初めて平和があります。で、ヘブル書の12章の11節に、義という平和の実を結ばせますとあります。で、ヤコブ書の3章の8節十八節義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちに巻かれるのですと。やはり義と平和、これ、並んでるんですよね。で、この義がないうちに平和平和だと言ってるのを、これをエレミアはですね、いい加減に癒しているというふうに言ってるんですよ。 えっと、六章の14節彼らは私の民の傷をいい加減に癒し、平安がないのに、平安だ平安だと言っているということですね。で、12節をご覧ください。その目は燃える炎のようであり、その頭には多くの王冠があり、ご自分の丘は誰も知らないなが記されていたと。燃える炎ですね。 イエス様がヨハネにパトモス島で現れた時にこの目が燃える炎でありました。で、主はすべてのことをお見,お見通しになる方であって、公正に裁かれるわけですよね。さっき読んだこの第一コリントの4章に書いてあった通りですね。すべてが裸にされます。すべてのことについて、すべての人が申し開き、申し開きを神に対してしなければいけない。燃える炎であります。で、次に、 その頭には多くの冠があると。王冠って書いてますね。これは王冠という役が正しいんですね。他にもあの勝利をするための冠っていうのがありますよね。あの勝利したものに対してあのオリンピックみたいなものですよね。えけれどもここでは、えっ、ー、と、王の冠であります。でしかもね、王くって書いてますように、複数の冠を被っているということで、イエス様があらゆる王の主権の 上の主権たるお方だということで、このように全てを掌握されているということですね。全ての権威が与えられている者たちが、自分が天からの支配を受けていることを知る必要があるんですけれども、まあ、それができてないっていうのが、まあ、ずっとその争いが起こっている理由で最後にハルマゲドの戦いがあるわけですよね。で、ご自分の丘は誰も知らないなが記されていた。ここね、結構大事なんですよ。 名というのはですね、あのこの黙示録の中で何度も何度も出てきました。新しい名を与えるとかですね、この刻印ね、ね神の名が記されている、獣の名が知る、名っていう言葉がありますけれども、まず名前というのは人間の本質とか、のその神の本質、神の皆って言ったら本質とか名誉とか尊厳とかあって、そして名が与えられるというとですね、この名を与えている方が支配していることを意味します。 例えば、アダムが動物に、が連れてこられた動物に名前を付け、っていうのは、これは、あの、その所有になるっていうか、この、えっと、獣、えっと、動物を支配するという意味合いがあって、つまり、イエス様は父なる神以外の方から、この、支配されてないってことです。だから、誰にも知られない名があるわけですよ。 で、父なる神からこの名が与えられて、えっ、ー、と、ピリピの二章の九節に、それゆえ神はこの方を高く上げてすべての何ま勝る名を与えられましたと。というふうに、父なる神のみが支配し、他は支配されてないんだということですね。で、13節で、その方は血に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。この血というのは、 いいですか、ここね、あの、血というとすぐに十字架の血ってなっちゃうじゃないですか。えけれども、ここは違います。返り血なんです。イエス様が戦われて敵の血であります。イザヤ書にそれが、えー、この生々しく予言されてますね。63章の1節から4節で、エドムから来るこの方は誰だろう。ボツらから真紅の衣を着てくる方は、その装いには意向があり、 大いなる力を持って進んでくる。私は正義を持って語り、救いをもたらす大いなるものなぜあなたの装いは赤く、衣は武道踏,踏みをするもの,のようなのですか私は一人で武道踏みをした。諸国の民のうちでことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、生き通って彼らを踏みにじった。彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり、私の装いをすっかり怪我してしまった。 苦衆の日が私の心の内にあり、私の贖がないの年が来たからだと。いうことで、帰り地ですけど、贖がないの年が来たと。苦衆の日なんだと。で、これがどうしてセットになっているかと言いますと、血を流した者が血を流すことによって神が裁かれるわけですけれども、いいですか。これが、えー、っと、この、この、虐げられていった者たちにとっては、これは救いなんです。贖がないなんですよね。 そして彼らが滅びることによって、初めて地上が清められていくっていうか、ということで、贖がなわれるわけなんです。でイエス様は、神の言葉と呼ばれています。これはね、もうね、有名な言葉ですね。この,目あの福音書の一章ですね、はじめですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった。言葉は神であった、この方は、はじめに神と共におられたと。 で、この言葉によってイエス様は、まあ、ご自身が言葉とロゴスと呼ばれて、そしてご自身の口から出る言葉によって、えー、この軍隊を滅ぼされるわけなんです。で、14節ご覧ください。天の軍勢は白い清い甘布を着て、白い馬に乗って彼に従っていたということです。で、この清い衣を着た軍勢が、 あの白い馬に乗って彼らも白い馬に乗ってるんですけどもあのだからイエス様ご自身が白い馬に乗って他の者たちも白い馬に乗ってるんですがこの天の軍勢って誰なのかっていうことなんですこれ文脈が必要で普通この天の軍勢っていうと光飼いたちっていうの天使たちですけれども彼らだけではないことが、えー、とこの19章の8節を見ると分かるんですよね。 花嫁は輝く清い天布をまとうことが許されたその天布とは生徒たちの正しい行いですとで。このように、教会も白い馬に乗って共にやってくるということなんですね。だから、キリストがおられるところに私たちもいるという言葉がとっても大事でですね。 キリストに結ばれたものとしてですね、この婚姻のところで共に結ばれていますけれども、共にこうやってくるわけですね。イエス様が来られるときに。で、これ他の箇所でも予言されていて、ユダの手紙には、ミよシュワ、何万もの生徒を引き連れて来られると。そして、 えっと、この生徒たちの丘に天使たちももちろん戻ってくるんですね。この第2テサロニケの1章の7節で、シュイエスが燃える炎の中に力ある密会とともに天から現れるとあるんですね。で、コリントの3章の4節私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストとともに栄光のうちに現れますって言ってるんですね。キリストともに栄光のうちに現れる。キリストが現れる時ですね。 こういう形で白い馬に乗って共にやってきて、そして突き従ったと書いてます。一緒に戦うというよりも、ただ突き従ってるだけなんです。えここはすごく、うーまあ、ユーモアっていうかな、イザヤ書のさっきのね、あの63章の,あの返り律の予言、読んだじゃないですか、その続きを読むとこう書いたんですよ。見回しても助ける者は誰もなく、支える者が誰もいないことに愕然とした。 それで私の腕が私の救いとなり、私の生き通り、それが私の支えとなった。私は怒って諸国の民を踏みつけ、私の生き通りを持って彼らを酔わせ、彼の血の滴りを血に流れさせたということで、主ご自身のみで戦って、そして救いをもたらしてくださる。で、私たちはなんか一緒に戦うっていうことではなくてまあついてくるっていう感じですね。で、15節です。この方の口からは、 諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方である。また、全能者なる神の激しい憤りの武道の踏み場を踏まれるのはこの方であると。このね、剣なんですけども、これあの、ギリシャ語はバルカン半島のトラキア人っていうのがいるんですけどね。でそのトラキア人が使っている非常に長い剣のことらしいですね。だからもう、なんていうかな、うわーって長く出ているっていう感じですね。 でですね、この予言も、やっぱ旧約の予言にあるんですよ。イザヤ書の獣医章の4節で、あの、メシア予言ですね。あの、エッサイの根からっていうところです。続きで,ですね。ね正義を持って弱い者を裁き、剣を持って地の貧しい人のために判決を下す。口の無知で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺すと。このように神の言葉で、 裁きを行われることっていうのがこれ書いてるんですね。で、非常に興味深いんですけれども、福音書においてイエス様はそういうことはされなかったんですが、しかしイエス様の言葉には権意があって、悪霊も従うし、ですね。そして、この、沈まれって言ったら、この波まで沈まるというですね、 ラザレを出てきなさいと言ったらやっぱり死んでるのに生き返るというですね、このイエス様の力、言葉の力が現れていたんですね。でも、えー、このような形ではこの軍隊を滅ぼすとかああの悪者たちを滅ぼすという形では出てない。で、これが見事にですね、えー、この同じくイザヤ書のメシアの予言に現れてるんです。49章の2節と3節なんですが、こう言ってます。 主は私の口を鋭い剣のようにし、未定の影に私をかくまい、私を研ぎ澄まされた、矢とし、主の矢筒の中に私を隠された。そして私に言われた。あなたは私の下辺イスラエルよ。私はあなたのうちに私の栄光を表すと。矢筒に隠されたってこう言ってるんです。 その隠してしもべとして、主のしもべとして、人の姿をとって現れて、そしてお語りになっていったわけですね。まあ多くの人をこの言葉によって癒し、ですね、まあ遠くにいてもですね、その同時間に癒すとか、そういうことで人を生かし、癒し、救うという働きのためにその言葉を語られていったわけですけれども、え例えば、あの、えっと、ちょっとだけ裁き、裁くって言ってもですね、大したことないですけれども、あの、ご自身を捉えに来た、 あの、者たちに対して、私だって言ってね,ね。そしたらみんな倒れちゃったじゃないですか。<laughs> ですね。あの、ちょこっと私だって言っただけでね、ね。あれはあ、の、アやアーって言ってるから、あの、私はあるっていうね、あの、モースに現れた神の言葉ですね。あの、神のお名前ですね。えその言葉を、イエス様ご自身が語られて、倒れましたけれども、でも、わずかなんですよね。で、これが隠していた。矢筒つに隠していたと。これをですね、 一気に全開するっていうかもう一気にその言葉を剣として出されるということをイエス様は行われるわけなんですよね。そして王となられたら世界を支配されるんですけれども牧者として羊飼いとして支配をされますがその杖がですね「鉄の杖」って書いてあるんですよ。鉄の杖 これは詩編の2編の9節にあなたは鉄の杖では彼らを牧師陶器師が器を砕くのように粉々にするというこのいわゆる鉄拳ですねその鉄を持ってだから背く者たちをことごとく制裁を与えるということでするわけなんですよねでイエス様はその優しく導いてくださる杖を持っておられる羊飼いであられますが 再び来られて神の国を牧するときにはですね、鉄の杖を持って行かれるということです。でも、この教会の中でもその権威っていうのが、まあ、一応あるわけですね。あの、一応つらあれなんですけれども、例えばパウロが第一コリントの4章の21節で、あなた方はどちらを望むのですか私はあなた方のところへ無知を持って行きましょうかそれともいや、愛と優しい心で行きましょうかというふうに、パウロも使徒として、このイエス様からの権威が与えられていて、 そして、あの、彼らが歯向かっているとか、いろいろ反抗的であるということに対して、本来ならば絶対にやりたくないんだけれども、もう強いられて、もしかしたらその、えぇ、ー、との権威を行使して、ばっ、あの、裁かれるっていうかな。うん。だってあの、ペテロがね、あの、ほら、アナニアとサッピラがもう、あの、精霊に対して偽ったんだって言ったら、その場で死んじゃったじゃないですか。そういう権威が与えられてるわけですね。でそういう、この、 あの権威というのがあって力というのがあってそれこそイエスもご自身には鉄の杖を持って牧すということですねそして全能者なる神の激しい気取りのぶどうの踏み場を踏まれるとでこれはもう14章でじっくりと見ましたがあれちょっと恐ろしいですよねあの踏みつけたらですねあの、えっと、馬の靴はほどになってそれが何スタディオンだったっけえー、と1600スタディオンまあ これだけだと僕たちわからないんですけど、あの、1ス,スタディオンが185メートルなので,で、これをなんか計算すると大体300キロメートルかな。めちゃめちゃですよ。ね、イスラエル全土、あるいはもう細かく言うとボツラからエルサレムっていうかあの、あのメギドのあたりかな、ねあの。そういうふうに言う人もいるし、まあそれはいろいろ意見が変わるんですけれども要は、要はあの一帯ですよね。に 馬の靴はですよ。やばくないですかもう。だから僕よりも高いでしょ多分、馬って。こんくらいですかね。やばいよねこの血の海になるって言うんですよ。まあ、おそらくあの肉体っていうかの、こう兵士たちの肉体がこう積み上がってるっていうことだと思うんですけれども、それでまあ血,血が流されていてですね、もうぐちゃぐちゃになっているっていうことだとは思うんですが、こういう方なんですね、イエス様は。 力を持ってあらわ、れんでおられる方なんです。イエスも弱い方じゃないんですね。だから、その愛するっていうのがですね、やっぱり意味合いが変わってくると思うんですよ。例えばイエス様が、あの、十字架につけられてる間に、あの、神の子であれば、降りてこいと。自分を救えないのかって言った時にですね、いや、彼らは何を言ってるかわからん、何してるか分からないと。お許しください。もう、降りてこられるどころか、も彼らを、 一気に滅ぼすことなんてもう一瞬のうちにできるお方なのにそれをあえて用いなかったわけですね弱いものの弱さを担っていった方ここに愛があるわけですよねでその衣と桃のところは16節「王の王主の主という名が記されていたとね最後に長、ね「長」ねもうどんどん出てきますけれどもこの名は王の王主の朱」ってあるんですね で、このギリシャ語っていろんな写本があるんですけど、写本においてはですね、これ全部があの大文字になってるんですよ。でこれ調べたらその、えっと、いくつかの写本はそうじゃないんですけども、あのいくえっと、一部の写本はです、ね、こずっと小文字で書かれているのがいきなり、ね、大文字に書いてあるんですよ。あのちょっとね、日本語ってあの大文字とか小文字って言ってもないからね、あの英語だったらこれありますけども。 英語はそれが分かりやすいように、やっぱりあの全部大文字で書いてる。ですね。多くの英語の訳がね。で、このようにして、神の完全な現れっていうんですかね。遺構の現れですね。反抗する諸国の王たちに対等に戦われるのではなくても、勝ち負けって話じゃないですよね。愚かの一言につきますよね。愚かの一言につきますけど。 17節です。こういう神が裁かれてですね。えっ、ー、と、それ、ゼカリア書の14章を見ますと、イエス様が、あのー、あれですね、えっと、オリーブ山に立たれてね、そしてこのオリーブ山の地殻変動が起こって、えっと、南と北に分かれてですね、そこが平地になってですね、 そそしてその周りが全部平地になってエルサレムだけが高い山になってですねそしてあの、そこで主が来られたときに生きたまま腐っちゃうみたいなことを表現書いてあるんですよだから、もうなんかねあの生物化学兵器かあるいは放射能みたいな感じですよねあまりにも滅ぼされるその火による滅ぼしっていうのが早いのでその倒れる前にもう腐っていくっていうね まあそのようなことまでも書いてありますね。でちなみに明日、えっと、聖書通読のひとときで、ヨエル書ですけども、そこにもですね、あのヨシャパテの谷のところで、どん,どん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 虐殺のように王たちが裁かれていく、人々が裁かれていく、そのヨシャパテの谷っていうのはケデロの谷、オリーブ山と神殿の丘の,あの間にあるところですけれども。 そこでもうどん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 裁かれていくっていうのも書いてあります。もうネについての予言はもう膨大にですね、旧約聖書の中にあるんですね。で、その後で何が起こるかっていうのが17節なんです。また私は一人の見つかいが太陽の中に立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛んでいるすべての鳥たちに言った。さあ、神の大宴会に集まれ。 王たちの、えー、肉、千人隊長の肉、力ある者たちの肉、馬とそれに乗っている者たちの肉、すべての自由人と奴隷たち、また小さいものや大きいものたちの肉を食べよう。えー、これはね、対比なんですよあの。ずっとね、このバビロンの大ン婦と清純な花嫁っていう対比があったでしょ。でね、今度は、そこで子羊の公演があったじゃないですか。 その子羊の根源と神の大円会が、これがあの、対比されてるんですよ。で、こっちはえぐいですね。何かと言ったらその軍隊そのものが食べ物になるわけですね。食べてるのは猛禽類っていうか鳥ですよ。で、無差別ですね。王たち、千人隊長、力ある者たち、また、 えっと、自由人と奴隷たちとかですね、全部反抗するものが食べられています。で、あのー、福音書の学びの時にね、ルカの福音書の17章で、あのロ,ロトのこの,あの話から人の子が来られることについてですね、この語られた後でえ、ちょっと開いてみましょうかね。17章ですね。 一番最後のところに書いてあるんですけども、人の子が現れる日ということで、このロトの妻のことを思い出しなさいって、ある人は取られて、ある人は残っているとかって書いてあって、で、13節で、弟子たちが主よそれはどこで起こるのですかというと、イエスは彼らに言われた。死体のあるところ、そこには、ハゲタカが集まりますと。で、私これね、クリスチャーになって、まもなくして、やっぱ通読するんですよ。で、ここ何を、なんかね、 イエス様の言葉ちょっと怖くなったんですよね。なんか突然言うじゃないですか。こうやって。って思ったんですけど、だん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 分かってきて、なんでかって言ったら、旧約聖書にも数多くですね、このハゲタカとか、いの、なんですかね、この、えー、いわゆる猛禽類に追いばまれるっていう話が書いてあるんですね。例えば、えっと、バビロンによって滅ぼされるエルサレムの人たちのことを、 エリメアは予言していて、まあ、これの神の裁きですよ。7章の33節で、この民の屍は空の鳥や地の獣の餌食となるが、これを追い払う者はいないということなんです。であとは、エゼキエル書の39章ですそれはゴグ,とあのゴグの戦いですね。あの時に、やっぱり同じようにあの死体が積み上がっていて、それでこの鳥の餌食になるということが書かれているので、 当時、ですねあのこの死んだ後もめちゃめちゃ大事なんですよ、その人の尊厳というか、メンツというか。死ぬということだけじゃなくて、あとどうなるかということであの、あとどうなるかということで、えー、大事になってくるんですね。でこれがあの葬られるのかどうか、あの列王旗とかですね、歴代史のを見るとですね、 あの、こう、ちゃんと葬られなかった王様って、相当悪い王様は、ちゃんとやっぱり、民からも尊敬されなくて、葬られてないとか、あの、ちゃんと嘆き悲しまれるとかですね、こう、ちゃんとした王様は、あの、そういうふうに、敬長に葬られて、王たちの墓に入ってるんですけど、そうじゃない王様もいるわけですよね。でそういう感じで、この尊厳とか、そういうものが組まれて、恋にね、鳥によって食われていくっていうのは、これ、最悪なんですよ。最悪なんですね。あの、メンツ丸つぶれっていうか、 わかりやすく言うと。で、この裁きを表していって、で、イエス様もこのことをお語りになって、それで今読んだ神の大宴会と呼ばれているところで、改めてもう一度、イエス様がそのルカの17章の最後で語られた言葉を、えー、ここで確認することができるわけなんですよ。で、このように、えっ、ー、と、大宴会があり、でね、またちょっと戻るんですね。 ちょっと話を戻すと、19説ですが、また私は獣と地の王たちとその軍勢が集まって、馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見たということで、これ話の続きとして、16章の、えー、第6の8が、えー、この投げられた後で、ユーフラテス川で、この、えー、っと獣の霊、えー、獣の口と、もう一人の獣の口と、あとは、えー、っと、なんだっけ、竜からかな。 えっと、このカエルのような穢れた例が出てきて、そしてユークラテス川が枯れて、そして東、火の譲るところから、東の方から王がドアッってやってきて、ハルマゲドンに集まったってこと書いてありますよねで。そのハルマゲドンに集まって、これから、この戦うわけですけど、まずはこのイエス様が言われたようにユダヤ人たちが逃げなさいと言われて、このそっちの方に、 この反キリストはこの戦いをこう連れていったりするんですけれどもそこでボツラっていうのがねさっきねイザヤ書に出てきたでこれが現れてそっちの方からイエスも現れてあのこのちょうどねイメージとしてはねあのねイスラエルの荒野の旅でシナイさんで栄光が現れてそしてその約束の旅のですねこの道があるじゃないですかエドムの方のねあのボツラのところを通っていったわけですよ あの経路でイエス様がこう現れる様子がやっぱりこのハバクク書に書いてあるんですね。でそれで現れてそしてそこでか、あの、軍隊を滅ぼして、え、けれどもその前にエルサレムに彼らは行って、あの、もうこう半分はね、滅ぼしてるっていうことを、あの、こう、えー、っとね、ゼカリア書のね、14章に書いてある。え、けれども最終的にエルサレムで決戦になって、そこでイエス様が来られて彼らが、 全面的に滅ぼされるっていうことが書いてありますねですか。で、イエス様が最終的にはオリーブ山に立たれるわけなんです。立つわけですねしかし、獣は捕らえられた。 また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた者たちと獣の像を拝む者たちを惑わした偽予言者も獣とともに捕らえられた。この両者は生きたまま硫黄の燃える火の池に投げ込まれたということです。はい。えー、っとですね、ここ。 ちょっと獣の国の話をしてて、この獣の国に住む者たちも捕らえられたんですね、獣と。で、二人はね、生きたものです。だからちょっとこの裁きの度合いが強いんですよ。あの、コラの反乱のことを思い出してください。生きたままって書いてあるでしょ読みに投げ込まれるわけで、こう地面が割れてね。それと同じように、この神を冒徳し反抗するその、 首謀者たちが、この二人が生きたままゲヘナですね、硫黄の燃える火の池に投げ込まれるわけですね。そして他のこの住民たちはあれですね、このハデス行くんですね。で、二十章の最後でその出てきてですね、そして裁かれてゲヘナに行くわけですけれども、というこのお結末になるわけなんですよ。 ずっとこう段階的に滅ぼされてきまして、まずはあの宗教的なバビロンがこう、まず獣たちによってあの、あとはその王たちですね、滅ぼされて、そして今度はこの商業的なバビロンもこの地震によってこう滅んでですね、そして、えー、今ここですねあの、最終的な戦いで滅んでいくということです。で、残りの者たちは、 馬に乗っている方の口から出る剣によって殺されすべての鳥が彼らの肉を飽きるほど食べたと。いやそうですね。でこれはに、えっと、にに20章には、今言った通りですね、千年後に解き放たれたような悪魔が。でまあ あの彼ら出てくるわけですよ。死か,から、派ですから、派ですじゃないや、よく派ですからね、読みから出てきて、そして裁かれるわけですが、こういうことで神は、イエス様は悪に対して裁かれる時があり、これによって、贖がわれるわけですね、要はね。そして救われるわけなんです。だから私たち、すべての人が戦う心があるということをねこれ、ヤコブ書で見ましたよね。 神に反抗し続けるのか、それとも降参してですね、この神との和解をキリストにあって受け入れていくのかということ、この方に従順に生きていくのかということの、この、が分かれるんだということですね。で、次回はこのイエス様が来られた後で千年間の 地上における統治をされることを見ていきます。ですね。イエス様が弟子たちに言われましたよね。このように祈りなさいと。皆があがめられますように、聖なるものとされますように、そして、御心が天になるごとく、地にもなりますように。御国を、来ますようにと。ここですね。三国が来ますように。このように祈りなさいと。この言われたことが、 この20章で、この見ることができます。非常に短い箇所ではあるんですが、あの、この目視録っていうのはですね、あの、こう、もうすごくディープにヘビーに、このユダヤ人たちが、この熱烈に求めていた、この預言者たちの約束ですね。つまり預言書ですね、旧約の。これがもう、ことごとく成就していくのを確認するみたいな感じですね。これ見ていくっていうか。 なので非常に短い箇所なんですがその裏には膨大な予言があるんだということで、ね、これは、ね、予告編というかねあのお話をさせていただきました、まあ、次回は多分ね分けますね2つにね、えー、分けないとねちょっっとやっぱり非常に大事な箇所になってくるのでね分けます,す、ね、お祈りしましょう愛する天のお父様ありがとうございました本当にイエス様の この再来を見ることができました、感謝いたします、これが本当に中心的なテーマであるということを私たちは聖書から知っています、私たちは教会で礼拝を捧げています、そしてイエス様が戻ってこられることを本当に歌い、また生産式でも確認して言っております、主を来てくださいと私たちは言っています、どうぞ来てください。 そして私たちが主が公平に裁かれる方々を覚えて恐れかしこんで生き続けることはできますよ。うお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン